ちょっと一回プロフィールをおさらいしたいんで、剣道始めた年齢とかから聞いてもいいですか。はい、剣道始めたのは小学校1年生で、はい、小1で道場名とかありますか。道場は、須谷剣友会っていう。あ、須谷、須谷、はい、三千矢は、家は家 の、 あの部屋の矢です。あ、須谷剣友会。きっかけって何ですか。きっかけは、はい、あの家の実家の近くの体育館でたまたま剣道があってて、はい、でそれであの自分の母親がそこに行ってみないかっていうので始めたのがきっかけです。あの昔から県民小学剣道時代とかの、はい、に名前ずっと載ってるじゃないですか、小学生ぐらいの時から。珍しいから目立つんですよね。いや僕もなんかずっと小学生ぐらいから優勝してる子いるなっていうので名前も目立つし、そうだから多分ずっと買ってきてるんですよね多分。そうですかね。子供の頃はどうですか、自分を振り返って、その 小中ぐらいは。いやでも、うん、周りに比べたら そんなに自分は残してないと思うんですけどね。まあ、県外は松本瑞稀がいましたし、はいはい、県内ではあの田中美希っていう子がいましたので、うん、あのそことライバルというか、うん、ライバル、まあ、そんな感じです。これ同い年のライバルって、はい、うん、結構いやじゃレベルの高い世代というか。そうですね、ここだけ見ると集まってると思います、やっぱり年代的にも。地元は どこなんですか。地元はあの西郷市。ああ西郷市、はい、じゃあ中学校も西郷市。市南中です。強いところで。強いですかね。それも全部渡辺さんが活躍してるからそう覚えてるだけの可能性もある。あの、まあ、高校時代あ、阿蘇ですよね、はい、行くと思うんですけど、阿蘇に行った理由っていうのは何かありますか。もともとその高校を選ぶときがすごい揉めて、揉めた、うん、はい、で自分だけすごい最後まで決まらなくて、でも最終的には菊池女子か、うん、あの阿蘇高校かで迷ったんですけど、その菊池女子に行きたかったのはやっぱり雪先生の影響がすごい大きくて、で多分自分が小学校の時にちょうどそれこそ現役ぐらいでやられてて、で菊池みなみを教えられてたんですよね、その時。あ、そうですね、あ、はい、でそこにどうしても行きたいって言って、うん、で中学校も転校考えたんですけど、うん、まあ、それもダメになって、うん、だったら高校をそこに行こう、まあ、田中美希はそっちに行ってましたし、そこに行こうって思うっていうのと、うん、やっぱその阿蘇っていうのですごい迷って、うん、で自分の中で迷った、迷ってましたし、うん、親も、うん、あのお母さんのどっちかというと女子校に行けみたいな、でお父さんは阿蘇に行けみたいな感じで、うん、もうどっちと言おうが、あのどっちかのことしか言われないんですごい迷って、うん、で、あの中学校の時の監督の先生が、うん、もうすれ違う時も自分もその監督の先生と目合わさないぐらいまでもう追い込まれてたから、うん、これはいけないと思って、うん、もう家に家庭訪問みたいな感じで来て、うん、もうじゃあここで答え出してくださいって言ってで、あのもうその、 あの中学校の先生も自分の親 も絶対女子校に行くって思って、うん、話を聞いてたらまさかそこで阿蘇に行きますって言って、うん、話が、ま、決まったんですよね、うん、でその時のことを何、うん、なんかなんで自分があそこで阿蘇って言ったのかはわからないんですけど、うん、あ、未だにわからないんですけど、でもその母親から聞いた感じだと、うん、あの県内の強いところに練習に行ったんですよ、白百合も行ったし、うんうん、女子校にも行って阿蘇にも行って、うん、行ったんですけど、その阿蘇に行った時にあの堀田先生っていう先生がいらっしゃいますけど、はい、その先生と稽古した時はあんな強い先生としたことがないって、うん、いうふうなことを言ったらしく、うーん、多分どうやらその稽古の影響か、そこで阿蘇に行きますって言って、うーん、決まったのが阿蘇高校ですね。でも実際阿蘇の門叩いてみたら泉先生と豊田先生がやってる的な感じで。あ、そうです、あの林先生が取りに来たんですよ、私たちの年代来てくださいということで取りに来て、で入学したら林先生が変わって豊田先生になってて、
って、うん、もうなんかあれみたいな。そうですよね。なんか思ってたのと違うぞっていう、はい、え、じゃあ泉勝利っていう存在を知ってたんですか、そもそも。あ、泉先生、はい、あ、稽古してたってこと、もともと。いや、稽古は知らないですけど、大会に行けば、うん、やっぱあのひな壇に座ってる先生っていう感じで、うん、うん、はい、実際に稽古つけてもらってました。はい、打ち込み台みたいな感じになってますよね、はい、いつもね、はい、阿蘇の稽古3年間が自分にこう与えてくれたものってなんだなと思います。そうですか、うん、まあ、あの環境的にすごい厳しい環境でしたし、やっぱその、まあ、稽古はもちろんなんですけど、うん、生活の面で、まあ、テレビもなければ、うん、携帯もダメだし、うん、眉毛も剃っちゃダメだし、上映なきゃすごい厳しいしっていう状況の中で、そのまあ厳しいとは聞いてましたけど、その入ってみたらそんなに厳しいとも思わなくて、うん、で学校に行き帰りも走って行って、うん、走って帰ってきてから練習だったんですよ、うんうんうん、でそういうそのまあ稽古するのどこもあんまり稽古やってるっていうのは変わらないと思うんですけど、うん、その稽古以外のところでこう与えてくれたところが一番阿蘇は大きかったかなという。あれ、渡辺さんの時ってまだあそこの古い道場。あ、そうです、はい、剣仙寮。剣仙寮、はい、あ、で、じゃあもう先生がずっと住んでる的 なんか、はい、状況ですよね、はい、あ、それが、まあ、ある意味こうカルチャーショックじゃないけど大変だった。大変でした。大変でしたし、うん、多分今までその小学校も中学校も全然そういうことをやってきてなかったんで、うんうんうん、高校に入って初めてのことだったんですけど、うん、やっぱそういうところが一番大きかったかなというふうに思います。菊池女子言っとけばよかったなとかなかったですか。あ、それはありました。やっぱあのなんか髪の毛も自分ですごい短く切らないといけなかったんですけど、うんうんうん、女子校はどっちかというとおしゃれな感じ で、ね、はい、で携帯も OK だったので、うん、みんないいないいなとは言ってましたけど、うんうんうん、まあ振り返ってみるとやっぱそれ良かったなって思います、うん、ちょっとは菊池行かなくなるって時は小川先生ともちゃんと話したんですか。ゆき先生はですね、自分があのその家にあの話をしに来てくれたんですよ、うん、高校に来てくださいっていう、はい、その時にあの私はタイが行った方が日本一になると思いますって言ってくださって、で、まあ、自分は結局阿蘇に行ってしまったんで、でも結果蓋を開けてみたら選抜優勝で、まあ、優勝できてたし、ゆき先生と話したっていうか、まあ、高校の間はやっぱりもうライバルというか、うん、もちろん田中美希がそあの女子校には行ってましたの で、うん、で小学校の時からずっと美希とはライバルで、うん、まあ、手に負えないというか勝てない存在だったんですよ、県内では、うん、でやっぱ そこでどうにかして勝ちたいっていう思いと、向こうも多分同じようには思ってきてた、うん、思ってたし、うん、まあ、高校入ってもどっちも1年生からレギュラーだったんで、うん、まあそうですね、ゆき先生と話すようになったのは大学とかそれぐらいだったと思います、多分、うん、はい、結果その阿蘇時代は結果を残したっていうのはその選抜、選抜優勝、インターハイに、うん、ゆきゆき3位だったです。それって自分の中では、まあ、例えば目標としてるところあると思うんです、はい、泉先生がいたらずっと日本一日本一って言われると思うし、そこういうのがある中で納得できた部分なのか、それとも全然まだもっとできたって思うのか、その辺ってどうですか。高校時代は日本一になりたいっていう思いはあったんですけど、うん、まあ、結果個人戦では自分成績残してないんですよ、うんうんうん、で団体戦で言ったら本当周りに助けられて、うん、あの結果が出たみたいなところがあるんで、うんうん、もう選抜の時も前で決まってきて、決勝は前で決まってきてましたし、うん、まあ、インターハイの時は、まあ、筑紫大と当たったんですけども、うん、それも前で負けてきたので、うん、もう思いっきり自分は試合させてもらえたし、うん、本当あの日本一っていうところを目指してやってましたけど、うん、今ほど、うん、なんかこう日本一に対してこう熱く思うっていうか、うん、まあ、なんかまだ漠然としてたなっていうところが高校時代は、うん、まあ、日本一になりたいっていう思いはあるんですけど、やっぱ今よりはちょっとこう漠然とした感じだったかなっていうふうに思います、うんうん、
そういう意味でその松本瑞生さんとかが筑紫大であえて華々しく優勝したりなんだりっていうのはあったと思うんですけど、それっていうのはどのように感じてたんですか？それはすごい悔しいですね、やっぱ、それはもう高校だけじゃなくてやっぱ大学もそうだったんで、大学の方がどっちかっていうと、